東京駅に着きました。今から新幹線に乗って広島に向かいます小腹が空いたのでおにぎりを一つ買いました。広島に無事着いて今度は、厳島神社に向かってフェリーに乗るところです。フェリーが見えてきました。とてもいいお天気で風が気持ちよかったです。さあ桟橋に着いたので参拝をするために厳島神社に向かいます。そこら中に鹿がいるので持ってるもの食べられないように皆さん気をつけてください。あの有名な鳥居が見えてきました。どの角度から見ても本当にとても綺麗でした。はい、そしてもちろんこちらの方で参拝もしてきました。天気が良くて本当に良かった。この鳥居がどの角度から見ても本当に綺麗で、そして参拝の後はもみじ狩りをしてお腹が空いたのでいろんなものを食べ歩きしました。ソフトクリームともみじまんじゅうのクロワッサン、レモネード、カレーパン、そして一番の目当てのアナゴ飯も無事に買うことができて、この後は広島駅に戻ってホテルでゆっくりしながらご飯を食べました。ホテルはこんな感じです。露天風呂付きの、ホテルを取りました。そして帰りに B 級グルメの広島のホルモンの天ぷらと、あと広島餃子もみじまんじゅうも買って食べました。一日目が終了しました。おやすみなさい。さあ、おはようございます。二日目、今日もお外は、じゃじゃん、いいお天気です。二日目は、原爆ドームに行きます。はい、原爆ドーム到着しました。そして、広島記念平和資料館というところで、修学旅行生と一緒にお勉強してきました。行ってみてよかったです。さ、すべて見終わった後は広島駅に戻ります。本当に修学旅行生すごい多かったです。広島駅に着いたらまずは食べ歩き。揚げもみじまんじゅう本当美味しかった。そしてここのお好み焼き屋さんすんごい混んでたけど、このデラックスのお好み焼きめちゃくちゃ美味しかったです。お腹いっぱいになって新幹線に乗って東京へ戻ります。すごい楽しかった。